道と任侠道のこの関わりというのはどういうことかといえば、いつも私は言う任侠道のスタートはどこから来たかといえば、はい、万寸長兵衛という、ね、侠客だけども、元は佐賀松浦藩の藩士であって、塚本という姓を名乗った侍なんです。で塚本が浅草の万寸院というところで承認になって、いわゆる妊婦を手配する、そういうその人出し家業をやり始めたのが万寸院長兵衛なんです。なるほど。それはどの江戸時代の江戸の中期の中期中まあ中期からちょっと出れた文化文政の頃かの佐賀藩からなんですね。佐賀藩はで佐賀藩じゃない松浦藩あ、総裁それは町役子と言われるものですね。町役子という形で万寸長兵衛が立ち上がって その時代の、侍の何ですか町役じゃなくて侍、まあ、旗本たちと戦った、ね、古旗本とね、そういうその時代の任侠が、脈々と続いてきたんですけども、私の元の親分高山五郎と申しますが、その親分から、万寸院長兵衛のさんのことをよく話されて、そういう教育をされた覚えがあります。だから万寸院長兵衛さんのことに対してはまあよく自分なりに理解していますけども、よくにさんが今おっしゃいました武士道と、よく似た部分があると思うんですけども、ただ僕は悪いね一般社団法人とか非営利団体とかNPO 団体とか、私の知り合いもやってますけども、お金をごまかすようなそういうね、一般社団法人、代表理事が自由にお金を使えるというここらをねなくしてほしい。で、よくにさんのところは絶対そういうことはまずすることないと思ってますんで、よろしくお願いします。代表理事の奥さん、綺麗な奥さん。もうそれは絶対ないようにしてください。もちろんです。それは絶対ないですね。もうそういうことがあれば私はもう私なりに叩いていきますんで。いや、絶対ないですね。ただ、任侠の今話聞いて面白いなと思ったのは、元は侍から始まったというのがすごい面白いですね。はいはい、でその後だから清水の次郎長とか、あるいは黒釜の活動という方々が出てこられて、でこの方最後明治維新の頃侍になっているというか活躍されているんですよね。だから山岡鉄舟というですね武士道の精神に説かれた方がですね思想家なんですけど、この方が武士道とは真実仏神道儒教仏教の融和だなんてことの思想を説かれた方ですけど、この方の黒釜活動は弟子入りしているようなところが黒釜の活動がですね、そうなんですで あるので、なんかやっぱりそういうなんかこうやっぱ男子というものは男というのはやっぱり何かこう強さに憧れる惹かれるというものがあるんですけど、その強さの使い方の使い道の中に正しい使い方の中に本当の任侠と武士道があるんじゃないかなと思うんですよね。もうそれはもう僕も自分のために使うか、はい、他人のために使うかということだと思うんですよ。守るために使っていくのか、知識も強さだし、例えば坂上さんも来られてますけども歌を歌ったりとか芸術的なことも一つの強さだと思うんですよね。そういうものが人のために役立てるために使っていくのか、公のために使うのか、それとも自分の私利私欲のために使うのか、そしてその私利私欲のために使わないためにまた自分と戦うという、そういう自分を律するというか自分に対する厳しさという勝負という、最後そこの勝負がやっぱあると思うので、ただ戦後その70年第二次世界大戦大東亜戦争に敗れて日本が敗れた時にそういう武士道というものが GHQ によっていろいろなやり方で破壊されていって、されましたね。で流行らされたものが任侠映画だったんですよね。で日本の女性たちが少女からいろんな女性たちが
米兵にレイプにあっていると、うん、そういうのを守るために立ち上がったのもまたそういう広島関西圏の極道の人たちで、任侠の人たちで、ただその後そのどういうふうにその力を使っていったか、権力を使っていったかというと、まだこれは歴史がこれから検証しなければならないところですけれども、そこにあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ今のその暴力団のね、あのヤクザの権力、間違った道に使われております。これは間違いないです。ただし任侠道に乗っ取った道では使われていません。うん、で私が今やってる団体、まあ悪いことはせずに良いことしましょうと、うん、私が今まであの悪いことしてきた、もう散々してきましたので、うん、その私が言うのだから間違いないということで、今おっしゃったように、どういうふうに使うか、どうするか、うん、私の考えは制度、正しい道に命をかけるのが男だと、うん、こう思って私は日々今頑張ってるんですけども、うん、まあ正道というこの二文字に全てがあると思うんですよ、うん、正しい道に使えば任侠の道も生かされるけども、うん、道を外れた正しい道じゃない悪い道で、うん、なんぼ任侠精神だと言っても通用しない、うん、任侠というのは正しい道でないといけないと僕は思っています。うん、任侠という言葉を今現代人が聞くと全部それ悪い方に取ってしまうし、取りますね。でも昔の中国の英雄ですね、関羽にしても張飛にしても、いわゆる自分たちは任侠をやってる侠客なんだっていうような認識がありまして、中国の中にはそういう英雄たちにはそういう思想がすごい強いんですよね。だからそれを日本の現代の人々も思い出してほしい。そうですね、若い今の若い子たちにね、ちょっとでもいいからちょっと辞書を調べてもらってね、うん、任侠というのがどういうものなのか、うん、ちょっと勉強してほしいですね。そうですね、本当の任侠をやっていただきたい、ね、今は任侠というのがもう今の若い子は全然分かっていない、うん、いやもうお酒を飲んで金を稼いで遊んで仲間を大切にするぐらいの感じだと思うんですよ、はい、仲間なんですね。仲間を通じて敵が現れたら喧嘩をし、仲間を守るのが任侠だと思ってるんじゃないかなっていう感じは受けるんです、うん、まあ、そういう勘違いしてる連中もおるし、敵の署でもね、で現役の暴力団の署でもヤクザの署でも間違った、もう任侠から全く外れた状態ですね、うん、今だから先ほども総裁とお話しさせてもらいましたけども、うん、もう一度任侠の任侠精神を取り戻して、うん、今現在マフィア、外国の、ギャング団、目に見えないね、今は目に見えませんから、うん、犯罪者が、なるほど、そういう人たちを退治するようなね、任侠精神を持ってヤクザが生きていってくれたらいいなと、うん、私はこういうふうに思ってます。社会が支持してくれるのが一番だよな。そうですね、うん、そのためにもそういう任侠精神を持って、生きてもらわないと、暴力団はもうこれから破滅していくでしょう、うん。だから私が考える武士道ではなく現代の任侠として一つ言うとするならば、今2017年の日本の自殺者数を厚生労働省が21,140人って言ったんですね。なわけがないですよね。だから変死者が15万人いますので、遺書がないと全部変死ですので、だからその変死の中には半分が自殺って言われて、自殺もあれば殺されるのもあるし、そうですね、約10万人の自殺者と言われているんですね、はい、で不老者もですね、5000人下回って4000人だと、だから河川敷とか公園で住んでる不老者も5000人を切りましたって言ってるけど、ネットカフェには今1ヶ月パック2ヶ月パックいっぱいあるんですよ、ね、だから目に見えない不老者がすごい増えてるんですよ、うん、でそれでそういうところから派遣行ってでいて自殺することも多いし、体打ってることも多いし、で新宿で歌舞伎町で立て続けに飛び降り自殺があって、一人サラリーマンが巻き添え食らって重傷になったっていうことがありましたよね。ありましたね。だからこういうことの問題視を、こういうことの時代の問題視をする中に任侠も武士道も今私はあるんではないかなと思うんですよね、はい、そこをやっぱりどうするかっていうことを、他人事じゃなくて社会の問題ですけど、はい、その中にやっぱりそれで何でしょうか、私腹を肥やしている者たちが相当いますので、うん、でもそれを現代
昔でしたら、うん、例えばですけど原用車なんていうよく言えば、はい、富山満とか、ね、来島常喜なんていうのは大隈重信に爆弾投げましたけども、それでは社会は今納得いかない、麻生太郎に爆弾投げたって、うん、あ何やってんだってなっちゃいますから、それをやっぱり違うやり方で現代的なやり方を考えながら世の中の共感を得られる中に模索する中に武士道現代の人気はあるんじゃないかなって私は感じてる次第で、おっしゃる通りです。同じだと思うんですよね。で、侍になるべき人たちが生まれてきているのに、そういう人たちがその時代が狂っているがために、うん、大勢侍精神武士道を歩まずに人気を歩まずに、これが人気だと思って行ってしまったことが多々あったんじゃないかなと思う、私はあるんじゃないかなって感じているんですよね、うん、ありがとうございました。ご苦労さん。日本はユーロシアの一員である。We'll be right back.